航路配管事件ということをテーマにして今日はやるということですので、多分ここにいらっしゃる方みんな事件のことはこう記憶かと思うんですけども、何のことかよくわからない方がおられますか。そしたらどうぞご連絡してあげてください。そこから話しますから。皆さんよく読んでない、はい、かいつまんで言いました。1995年のですね1月にですね発売された、当時文藝春秋が出していたマルコポーロという月刊誌がありまして、その、2月号ですね、1月17日発売の2月号に私が書いた記事が載って、その記事をきっかけにですね、いわゆる抗議運動というものがアメリカ の, サイモン・ビーゼン・ソウル・センターという団体とイスラエル大使館から起こって、それをきっかけにして、そこの経緯はいろいろあったようなんですけども、文藝春秋社がそのマルコ・ポーロという雑誌を廃刊にしたという事件です。で、雑誌が発売されて1月17日から、廃刊の発表があるのが確か1月31日でしたから、30日かですか、大体2週間ぐらい の, 経過を経てですね、廃刊が決まったと。雑誌の廃刊というのは、過去にもいろいろあったんだと思うんですけれども、僕はよくあんまりそういうマスコミのことによく確かにおけんけど、もしかするとそういう廃刊のいろいろ事件の中で比較的経過は早かった方かもしれないと。で、あと廃刊という名前を取らないでですね、休刊という形で廃刊になる雑誌も多いようで、過去私自身は別に関係ありませんでしたが、私自身が大変関心を持っていたのは、そのずっと前にデイズジャパンという雑誌がですね、休刊という形で事実上廃刊になったことがありまして、あの事件は僕は実はマルコポーロの事件ぐらい非常に深い事件で、誰も検証する人いないんですけども、デイズジャパンの廃刊事件というのはすごい深い事件じゃないかなというふうにも思っておりますけども、それはともかく廃刊という事件 の, 中では比較的早い計画として廃刊になっております。その私の書いた記事というのはですね、今そこにも配っているようですので、お読みやったことが多いのかと思いますけども、ナチが説はなかったという題名でして、皆さん ここにいらっしゃるような年代の方の中で、第二次世界大戦中にですね、ドイツがですね、ガセスを作ってですね、ユダヤ人を計画的に殺したという話を聞いたことのない方というのはおそらくおられないと思うんですが、私はこれはある時期からですね、これは嘘だと確信するようになりまして、その計画、後でお話しますけども、そういろんな経過がありまして、私はこの雑誌に記事を書くことになったと。で、今そこにお手元にある皆さんの、その私の文章そのものについてはですね、今読むとも大変私、不勉強で恥ずかしいこともたくさんありました。で、間違ったことも書いてますし、ここの記事について言えばですね、今私自分で採点したらですね、結構これはちょっとギリギリ合格点になるかなというぐらいのところなんですけど、その2年後にですね、ちょっと宣伝するわけではありませんけど、そこに佐藤さんが持ってくださっているガセスの真実という本を書きましたので、もし読んでいただけたら、なぜそういうことを考えるのかということはお分かりいただけるはずです。で、今日ここにいらっしゃっている方の中にガセスあったと思っている方もおられれば、なかったと思っている方もおられると思います。それは別にどちらでもいいことで、民主主義社会なんですから、一つの問題についていろんな意見があるのは当然で、ガセスがあったと思う人も、なかったという人もですね、冷静に議論をするのが民主主義社会なんであって、私はですね、ガセスあったと思う方の、そういうふうに言う権利というものはもちろん守られるべきだと思っていますけども、じゃあなぜ私がナチのガセスでもなかったと確信しているかということをちょっとかいつまんでここでお話しようと思います。この中で多分信じてる方もいると思うので、ないと思ってる方は今更と思うかもしれませんけど、ちょっと復習のようになったと思いますが、お話しさせていただこうと思います。で、まずですね、論争の経緯からお話ししますと、皆さん、おそらく皆さんというよりは日本人の大部分はですね、自画自賛を言うわけじゃないんですけども、マルコ・ポーロの事件以前にですね、ナチス・ドイツがガセスとユダヤ人を殺したという話を疑っていた人というのは、日本人の中にはほとんどいなかったかと思います。ほとんどいなかったかと思います。で、厳密に言いますと、今日ここに来られている木村さんの方が先に噂の真相雑誌に記事を書いておられますけれども、私は木村さんが雑誌の上です、欧米ではですね、戦後、第二次大戦後直後から、実はナチのガセスだとか、あるいはドイツがユダヤ人絶滅計画をやったということに関する根本的な疑問が戦争直後からあって、ずっと論争が実はあるんだということをその記事で書くまではですね、圧倒的大部分の日本人はですね、それはもう全く明白な歴史的事実だというふうにですね、考えていたはずです。で、ただこれを言うとちょっと自画自賛になるかもしれませんけど、あの事件からほぼ10年ぐらい経ってですね、私いろんな方に会いますとですね、非常にやっぱり教育水準の高い人に会うとですね、
もう今はもうあの話信じてない人がインテリの中には非常に良くなりました。あの教育水準の高い方は方の中には中のかなりの方は挫折信じてませんし、あの一人名前は言いませんけれども、この数年間ですね、あの日本の知識人の間では非常に注目されているある中東に詳しいジャーナリストがいますけれども、その方に数年前お会いしたときにですね、私があのマルコポーロの西岡ですと言ったら、その彼が何と言ったかというとですね、あれは絶対正しいですと、そこでそこら中に聞こえるような大きい声で言ったことがありましてですね、名前言ったらあのジャーナリズム関係の人みんな知ってる超有名な超尊敬されているジャーナリストですけども、彼なんかがもうそういうことを言っていると、ガセスあるいはユダヤ人絶滅というのもことに正面から疑問を投げかけた最初の歴史家というのはですね、皆さん驚かれるかもしれませんが、なんとフランス人のレジスタンスなんですね。それも左翼系の、最初はフランス共産党に入って、そこはフランス社会党に入ってですね、非暴力でそのドイツ占領軍に抵抗していたフランス人レジスタンスがですね、戦後ガセスやユダヤ人絶滅計画に異議疑問を唱えたんです。つまり彼はですね、自分自身が戦争中ナチにドイツに抵抗してた人なんです。フランスを占領したドイツ軍に抵抗していた非常に勇気ある左翼のレジスタンスで、ナチの弁護なんかするわけがない人ですね。で、自分自身がゲシュタポに逮捕されて収容所に入れられててですね、ホッシンチフにかかってもう大変な目に遭った人だった。で、その人はラッシニエという名前ですけども、その人が戦後ですね、フランス政府からレジスタンスの最高の勲章を受けたようなですね、反ナチレジスタンス活動の英雄なんですね。その人がナチのガセスというなるものに疑問を投じた事実上最初の歴史だったんです。この重みをぜひ考えていただきたいんですね。そのナチやヒトラーや何々か、審判の人が、いやドイツ人なんかが、いやそんなもなかったというなら、なんか分かる気もしないくはないかもしれませんが、ドイツと戦ったレジスタンスが、ドイツをどう考えてもその擁護するはずのないような左翼のフランス人がですね、戦後おかしいと言って、声を上げたのがですね、これがホロコーストと呼ばれる、いわゆるユダヤ人絶滅や、ガス室に対して疑問を投げかけた最初の歴史というのは、ドイツがユダヤ人を迫害したことは事実だし、そのことに関しては全くユダヤ人に同情する側の立場ですけれども、絶対におかしいと思うのは、おかしいと言え私が確信しているのは、ドイツがユダヤ人を絶滅しようとしたという話、それからその手段としてガス室でユダヤ人を殺したという話、この2つにだけは全く私は同意できない、おかしいと思うんですね。で、あえて否定という言い方はしませんけれども、もし証拠があんなら示していただきたいんですね。示していただきたければですね、今すぐその話、この瞬間から信じます。ですけれども、ドイツがユダヤ人を絶滅しようとしたという話、それからガス室で殺したという話にはですね、全く物証がないです。何の物証もないです。で、あるのは証言という、いわゆる証言なんですけれども、ところがですね、そういうと皆さん、証拠がなくても証言たくさんあるんだろうと思う方がおられるかもしれませんが、まず、ちゃんと私も数えたわけじゃありませんけども、案外証言ってそんなに多くないんですね。ガセスに関してですよ。ドイツ人によるユダヤ人に対する差別や虐待については、殴ったとかですね、叩いたとか、なんかそんな話まで入れれば、私はたくさんあるわけで、そんなこと全否定してないんですが、あえて冷静に読んでみると、ガセスに関する証言は案外少ないんです。じゃあ何が本当だったのかと言いますと、結論を先に言ってしまいますけれども、ドイツは確かにユダヤ人を差別したんですね。差別して、それで、非常にひどい政策を取って収容所にユダヤ人をですね、集めていってしまった。じゃあ何をしようとしたのかということなんですが、皆さんが聞かされている話というのはですね、要するにユダヤ人を皆殺しにしようとしたんだと、そのために収容所に集められたんだという話を聞いていると思うんですが、それはですね、結論から言うと違うんですね。その話はですね、分かりやすいと言いますけれども、戦争中アメリカが日系人を収容しました。それは共産差別政策でいい政策だと思っているとおられないと思いますけれども、それは私も良くないと思いますよ。とんでもないことをしたとアメリカしたと思いますが、じゃあそこでお聞きするんですけれども、アメリカは確かに悪いことをしたけれども、それは日系人を絶滅するためだったんでしょうか。そう言ったらおかしいわけですよね。それはそのアメリカの日系人収容ということの是非とは別に事実ではないわけですね。もし日本の誰か国際主義者か何かがですね、戦争中アメリカは日系人をガスして絶滅したと言ったら、みんな何言ってるんだと思うと思うんですが、実はユダヤ人、ドイツが戦争中ユダヤ人を収容所に集めてガス室で絶滅しようとしたというのは、これと同じぐらいおかしい話なんですね。なぜおかしいかと言えると言いますと、まず戦後ですね、ドイツによって連合軍はドイツのですね、公文書などを大量に押収しています。日本の場合と違ってですね、日本はその敗戦降伏から占領まで結構時間がありますから、結構文書の隠滅もあったと聞いてますけれども、ドイツの場合はもうその戦争の末期の数日前にヒトラーが死んじゃったりして、それでも戦争してたりしましたから。